こんにちは、青山流星です。セクシー男優をしています。にゃんにゃんにゃん、娘のさよだよ。かっこいいお父さんが大好きだよ。お父さん、性のことでちょっと相談があるんだけど、いいかな？あーいいよ、なんだい？最近織物の量が多くて、黄色っぽいんだ。なんかいつもよりネバネバしてる気もするし、臭いし、病気じゃないか心配で。ふむ、さよの生理周期を考えても、今は普通なら織物が減少する時期だしな。くんくんくん、確かにちょっと臭いな。病院に行った方がいいかもしれない。やっぱそうかにゃ。行きたくないにゃ。ちなみに思い当たる節はないのか？聞く。隠し事はしない約束だろう。正直に言いなさい。にゃ。なんだと？男を家に連れ込んでセックス三昧していただと？うにゃ。お父さんが仕事で留守がちなのをいいことに、なんて子だ。いや待てよ、さよだっていつまでも子供じゃない。もう思春期と言っていい年齢だ。セックスをすること自体は自然なことではないか。ちょっと早い気はするが、ここは叱ったりせずに理解ある父親にならなければ。大きな声を出して悪かったよ、ごめんね。少し驚いたんだ。それで相手の男の人は誰なんだい？もし性感染症だとしたら、相手の人にも病院に行ってもらわないといけないからね。にゃあ、それは。何？適当に取っかえ引っかえしていたからわからないだと？だって、同じチンポだと飽きちゃうし、男なんてちょっと声かけるだけで簡単に捕まるし。この大バカ娘が、男をチンポとしか見ていないのか？うわぁ、怒鳴らなくたっていいじゃない。お父さんだっていろんな女の人とエッチしているじゃん。お父さんはプロのセクシー男優だ。お前の火遊びと一緒にするな。うわぁ、怒らないでよ。嫌い嫌いな。おいクソビッチ、まさかとは思うが、コンドームはちゃんとつけていたんだろうな。してないよ。外に出せばそれでいっかなって。アホタレが、外出しくらいで性感染症が防げるはずないだろうが。だって大丈夫だと思ったんだもん。お気に入りのエッチな漫画の中にもそういう感じの描写があるし。お前の脳みそはおまんこか。避妊と感染症予防にはコンドームをつけるのが基本だろ。セックスをなめるなよ。お前は妊娠や中絶や性感染症の大変さを全然わかっていない。でもそれって、性教育を怠ってきたお父さんの責任でもあるよね。ちゃんと教えてくれなきゃわかるはずないじゃん。うん、確かにその通りだ。お父さんが悪かった。ねえ、お父さん。病院はどうせもう閉まってるし、今日はさよに徹夜で性教育してほしいな。さよ、コンドームの付け方もわかんないんだもん。ね、教えてよ、お父さん。わかった。その代わりちゃんと真面目に勉強するんだぞ。やった。お父さん大好きにゃ。にゃんにゃん。ちゃんと性教育してくれるお父さん。かっこいいよ。